じゃあ、あっちに。これ。ピンクブラレンさんが、うん、森の息子はしゃぶ中っていう話を言ってるんですけど、うん、いや、これもこの、それやったらね、質問が出たよりもね、六本木ヒルズの殺人事件 の、 あの関連人物、全部男色人脈って言ったら、あの謎が分かるっていうふうに。あ、それぜひお願いします。はい、じゃあ、いけるかな、何も言ってくる人がないの、うん、なんかでも見てくれてるっていうだけで嬉しいですよ。いや、なんかやっぱり結果があるのかなって自分ではなんか反応ある、うん、恋す恋ないよとか。いや、それはない、うん、と思ってくれてる。ちょっと待ってよ。なんて？うん。反応はないけど、うん、一応ユーストリームのページ開いたら、うん、あの言ってはいます。よし、これをちょっと配信って言ってまたアドレス貼って。それでは第3部を始めさせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。あの今まで、あのユダヤだアメリカだヨーロッパだキリスト教だとかそういう話をたくさんやってきました。そして最後にあのネットワークの正体ということを語ったんですね、はい、なぜその順番したかといったらね、あのレクトさんの説ではね、ネットワークの正体というのをね、知るためにはね、欧米の歴史の知識じゃないと分かりにくいと。そうですね。だからそれがあったので、あえて今までの欧米の歴史の話を語らせていただきました。それと、なぜね、私がわざわざね、しんどい思いしてでも猫田さんに取材を依頼したことを思いましたらね、これ本当に重要な問題で、将来の災害を、第三次を防ぐためにも、重要だと思ったからです。ぜひお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ネットワークの正体を探るには一番の近道として、うん、アフリカで、うん、欧米、例えばフランスとかイギリスとかがやってた植民地政策や、
あとは、あとはアメリカの、この宗教保守っていう、右翼って言われてる人たちの政治思想を知ることが一番の近道なんですよ。なぜそうなのかっていうと、あのそのやり方を見えてくれば、あ、ネット右翼ってあのの思想ってなんかいきなり湧いてきた右翼みたいだけど、実は宗教色が強かったり、欧米の植民地のマニュアルそのままやってんじゃねえかっていうことが分かって、ああ、だからそのネット右翼に対してこんな差別的な日本人がいて悲しいわっていう、そういうのがなくなると思うんですよ。ああ、そうなんですか。あのですので、あのネット右翼の正体というのを口ごもちらしになる方、教えていただけますか。ネット右翼の人たちっていうのは、ちょっと私初めて2チャンネルとかで、はい、あの触れて、大体世間って、私結構本とか読んでたんですけど、どっちかというと左翼っぽいじゃないですか、はい、なんか言論界っていうの、はい、なんでこんな小林義成とか左京とかとも、なんでこんな人たちがいっぱいネットに巻いてるんかなと、なんかおかしいなと思って、あと私をオタクって同人活動一時期やってたんですけど、オタクの人たちとリアルで会ってたりしてたんですけど、オタクさんってそんな魅力的な存在だったから、あれなんかおかしいなって気持ちはあったんですけど、なんかあんな差別的な発言とか、なんかその日本人はのなんかその弱者をいじめるような発言でものすごく気分が悪かったんですよ、はい、でそういうふうに思ってたら、リチャード・コスミスさんがネット右翼は統一教会だって言ってたんですよ、はい、あのこの説はもともとマッコーモグラさん の、はい、あの説なんですけど、はい、このリチャード・コスミスさんが紹介することで、はい、爆発性に火がついて、あの知られているようになったんですけど、はい、私もね、あの根本様から知ってマッコーモグラさんのあれをチェックしてみたんですけどね、あのマッコーモグラさんのことを悪く言うのは大変気の毒なんですけどね、マッコーモグラさんに欠けている決定的な欠点は何か言うたらね、あの文章を下手なくせになんかもう持って回ったような高尚なね、抽象的なことを書くからね、読んでる方からしたらもうビヤーッとくるんですよ。でツイッターもフォローしてみたんですけどね、やっぱり見て文章を見るだけでビヤーッとくるんですね。これはあかんわとか思って、で逆にあのリチャードさんや猫と様の発言はね、すごくもう単純明快で分かりやすくて、これはもういいなとか思ったんですね。ですのでマッコーモグラさんは大変気の毒なんですけど、まあ、リチャードさんの場合でもしょうがないかなとか、気の毒なんですけどね。いや、私は、もう秘密結社とかフリーメイソンイルミナティに対して、マッコーモグラさんの説は、唯一モグラさんだけが、その、サビオって、その、キチガイみたいに、その秘密結社に、あいつらは悪魔崇拝だ、サタンだ、生贄だ、なんとかなんとか、でもって、なんかその、朝鮮人バッシングみたいな、その、サビオル、みたいな、そういうのがなくて、唯一冷静に現実的に語ってくれる人なんですよ、だからモグラさんの説はもう本当にいい情報を含んでるので、大好きなんですよ、もうファンです、はい、で、それでやっぱりネットワークの正体というのは、やっぱりリチャードさんが言っているようにやっぱり在日朝鮮だと思いますか。あ、在日朝鮮です。なぜかっていうと、この発想が、全然日本人的じゃないですよ。私は、知り合いの朝鮮、あの韓国であのビジネスやってて、リチャード・コシミルさんのように、その韓国に出て、韓国とかに出て行って、その商売やってたあの人たちの、その商売やってた人から、韓国人の、その、あの感覚とか、そういう話を聞いたら、あのネット右翼の特徴って、まんま韓国人の特徴なんですよ。あれ、なんか、私が一番不思議に思ったのは、なんでネット右翼っていう人たちは、日本ってその、ずっと中流的な、このみんな中流みたいな、だけど、なんかあんまりその差別的で、その貧乏人を見下す文化じゃないじゃないですか。あそこもなんか違うなぁ、ちょっと、あれおかしいなぁ、周りにそんな、ちょっと俺も、東京だけの現象かなと思ってたんですよ、
だからそういうようなところも含めて、うん、なんかちょっと違和感を持ってたんですよ。